はい、ということで前回確か97連目で確か推しを引けたので、そのね残りの2枚プラス今週はね100連分やっていきたいと思います。はい、ハロウィン来てね、ちょっとかぼちゃ多すぎてね、こんないらないよかぼちゃね、マジでかぼちゃ家具しかないよねほんまに。いや別にいいんやけど、ハロウィンっていうよりただのかぼちゃアップデートだよ。なんかさあ一発目、今週一発目のスペシャルゲストはスペシャルな、うふるるおーい。いやマジで、いやマジでびっくりしたわ今、ピータンくん来たんかなと思った。あちょっとちゃんやったわ、あちょっとちゃん、この子めっちゃ可愛いよほんまに。可愛い可愛い可愛い、あちょっとくん可愛いねこの子ほんまに。さあ、いやー、ジャン君のこのレアキャラ感半端ないな。めっちゃジャン君可愛いね、この子。スライムみたいな口ね。このドラゴンクエストのスライムみたいな口してる。そう、わかりづらいかもしれない。またジミーやろ、おいおい、ジミーちゃん、ジミーちゃん、おい、わかってんぞ、わかってんぞ。おい、出てこい、出てこい、そうやろ。どうでしょう、チャウヒューでしょ、今はまだわからない。わかっとんねん、もう。なんもないね、お前はもう。さあ、え、あ、鳥、ああ。秀吉組の人やね、これもう。関わったらあかん人。うわ、お前、お前、蝶々に喧嘩売ってるもん、お前。蝶々にガン飛ばすなって、おい。おい。うわ、うわ、来ていいよ。うわ、メルボルンちゃんやか。かわいいね、君は。マジでかわいいわ。メルボルンちゃんがいました。はい。じゃあほんまに悲しいわ。ほんまに悲しい。ほんまに悲しいです、ほんとに僕は。なんで君ほんまにさ、かわいいな。ちょっとスパークくん。何意思を隔ててみんなよ、人の顔を。これもう唯一の罰ゲーム枠ですよ、これもう。さあ。え？うー！せっかく忘れとったのにもう。いや、わかってるみんな、もうちょっともうこれ、27回目やからね。この、牛。嫌がらせやからね、マジ、君。君だけよ、こんな出てくんの。頭おかしいから、お前。私を叩けるもんなら叩いてみなさい。動物愛護団体が黙ってないわ。すぐ出てくんねんから。なんで叩くんですかって。愛護団体はいつでもね、このもう身を潜めてますからね。え、なんで叩くんですか、来ていいよ、ディアン。こういう今日は、今日、えもん、べ、え、誰、びっくり、マジさ、耳めっちゃモンベちゃんみたいやってんけど。お前なんで2回2連続やんけ、ほら、お前、おい。ほら、お前。いや、マジ君影薄いよ、ほんまに。いじりづらいやんって、君、マジで。2連で来られてもそんないじるとこないよ、君、マジで。なんか。そろそろでも、来てもおかしくない実感帯。誰ミカチ、ミカチじゃねえの、あ、違う、ブーオイオイオーン。まあ。ミカッチじゃなくて、サッチが来ました。なんか、バンタムかわいいな。バンちゃん。読んだ住民よくんな、やっぱもうしゃあないか。もうね、もう30匹おった住民ももう、残ったとこもあと9人ですからね。まあもう、そろそろ被りが出てくるのもしゃあないけど。さあ。ということで、ハム休憩ちょっと挟みますか？せっかくやからさ、ラスト10回に関してはさ、もう花火大会、花火見てから行こうか。おお、あ、いいね、やっぱいいね、これ、やっぱいつ見ても。なんならちょっと、一旦みんな最近見てなかったんじゃないの？もう。音いいよね、この BGM も。BGM もすごい。グミちゃんかわいい。グミちゃん。あ、来たか、あ、いいね、いいね、いいね。ハムちゃん楽しい、かわいい。ハムちゃん楽しいですか、花火楽しい。かわいい、めっちゃかわいい。来るの、来ちゃんっていいのよ、じゃあ本当にマジで。来る、ラムリちゃんの可能性ある、ラムリちゃんの可能性ある、あああああ、蚊にも刺されるし、めっちゃ紛らわしいんやけど、マジで。やめてや、マジで、もう。マジでラムネちゃん来たんと思ったのに。
あ、ピータンとかもマジ来てほしいな。ラムネとかも、ま、今一番熱いけど。来るかな？オートセーブ入ったよ！オートセーブ入ったよ！おーきーデカブツがおるわ、ほんまに。最近、ラストにかけての、豪運がとどまることを知らない、アルコポ島、代表、ある。ここら辺でも、かましてくれるんじゃないでしょうか。さあ、ゆっくり歩みを進めております。さあ、この辺から、住民が来てもおかしくないが、おっと、おっと、おっと、うわぁぁ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 ぁやばすぎる。ほんまにやばい。ありがとうございます、皆さん。ラムネちゃん来ました。マジで君かかったね。850連ぐらいかかりましたけど。ラムネちゃん。かわいい目。目かわいいな。ラムネ様が来て、こうで、こうよ。素晴らしい。素晴らしいでございます。いや、この花火大会の日に来たんもなんかこの運命を感じますね。は、かわいい。ラムネちゃんかわいい。かわいいね。あら、あら、あら。ラムネちゃん？君お風呂入ってないの？誰と挨拶してる？君、やめて。飲みつけたまま挨拶したら、恥ずかしいよ。ああ、千歳ちゃんがバカにしてるよ、これ絶対。千歳ちゃん絶対バカにしてるよ。これ絶対バカにしてます。ラムネちゃんの顔を見て。なんか挨拶されたから挨拶返したけど、こいつは頭に飲みついてるやんみたいな思われてるよ、君。いいの？かわいい。めっちゃかわいいな、ほんまに。お、来た。最近マジでね、この住民がなかなか家 入らなさすぎてちょっと困るのよね。どうですか？お、あ、あはかわいい。いいですね。お二人とも。かわいい。本日の住民ガチャ、大天国が待ってました。かわいい。ラムネちゃん。ここね。かわいい。ラムネちゃん。めっちゃラムネちゃんニッコニコやねんけど。はい、ということで。まあ、動画的に見ると前半戦終了ということでね。ということですね。前回の、ピックアップ住民ガチャで、まあ、ね、推し1匹ゲットしまして、残り8匹ですね。下にね、書いてるんですけども、これちょっとほんまはちょっとこれカミングスーンで書いてるんですけど、わかりづらいですね、これ、もうここまでちっちゃくしちゃうと。何かわかんないんですけど、まあ、残りこんだけ。これもう1号くんと、スパークくんは、最後の2点狙いで狙うんで、そこだけまあね、把握お願いします、という。なんか、前にもね、ピーチクちゃんのお家紹介したことあったんですけど、なんか夜中とかにこの前紹介しちゃったんですけど、結構この色合いがね、すごい、素敵な感じになってると思います。これちょっと僕頑張ったんですけど、どう思いますか皆さん。このマイデザー書いたんですけど、鳥の巣です。鳥の巣書きました。これマジで時間かかったんよ。メンバー放送でやってたんですけど、マジでね、3時間ぐらいかかりましたね。ね、これ卵置いたらいい感じに鳥の巣っぽくなるっていうね。ちょっとこれやってみたかったんで、見てよかったです。さあ、一発目。これもね、今日の一発目。来るんですかマジで。でも半分残ってるからね、これ50。え、ああ、びっくりした、めっちゃ。ピータンくんかなと思ったら、喧嘩っ早い豚が。久々やね、君も。なんだおめえとか言うなよ、ほら。深入りしん。深入りやめてください。近づかないでください。はい。ここで。待って。おっちゃんでしょおっちゃん。おっちゃんやん。おっちゃんでしょこれもう。うわ、もう、スルメとか食っても、なんだ、じゃないよ、ほんまに。スルメ食ってねやろ、いつも。ピーナッツとか。スルメピーナッツが大好物でしょ？いっそのことな。いっそのことほんまにピーナッツが大好きです。あ、うわ、ここ来た！アンドスピナー島ですよ、これ。ほんまじ、ここ、ほんまに。ちょっとほんまにね、勝率クソ高いよ、ここ。ここか、竹島あたりで結構勝率高いです。僕の？うわ、うわ、ポッ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 びっくりした。めっちゃスルッと来たからさ、ちょっと一瞬わからんかった何が起きたんか。あ、やくかわいい、めっちゃ。いや、ほんまにこの人の透明感一番エグいんよ。業界で。業界屈指の。こんなところで誰かに会えるなんて。モノマネが終わってます、マジで。
下手くそになってる。あんたは、あんた、アルコボ島から来てるのね。せっかく腰開いたんだもの。違いました、大島。すごい素敵ね。普通に雪上戻れたわ。あ、このままずっとスローライフを送ればでね。あ、ビアンカさんのお家が、ビアンカ姉さん。まあ、家的にはそんなになんか変わり映えしないけど、中ですよね、問題は。かわいい。めっちゃかわいいわ。島来た瞬間、この誕生日っていうこの、ハッピーガールがいました。引っ越してきてから初めて話すけど、ひょっとして今日が来るまで待ってたな。おお、そうですよ。もちろん。いや、そらそうですよね、こんなもん。誕生日の日に、やっぱ話しかけたいっていうのはやっぱずっとあったんで、そうですよ。こういう日やからこそ、相手会わないっていう選択を取ってました、ほんま。ラフィーちゃん、ほんまに君さ、かわいいね。ジャスミンちゃん、ちょっと君さ、やめてくんない、マジで。ビアンカちゃんがかわいい回なんですよ、今日は。ビアンカちゃんにスポット当たらなあかんのに、ちょっと君出てくるとちょっとややこしいわ、ほんまに。めっちゃ嬉しそうやけど。バースデープレゼントまでくれた子もいて、あーお。バースデープレゼント、あるよ、もちろん。なんかないか。ちょっと嫌な見え。せっかくなんでこれ、ちょっと飲みとかでいいですかこれ。あるんですけど。はるさんらしいプレゼントにほっこりした。よかった、素敵。素敵なんですね。素敵なプレゼント。よかったです、よかったです。かわいい。ねらむにちゃんがいました。この子なんか黒色のジャージ着てんのかわいい。かわいいわ、めっちゃ。お前ちゃうねんって、おら、まつげ野郎が、お前。あ、かわいい、めっちゃ。お前ちゃうねんって、まつげ、もう、おばはん、お前、おばはんどけ、お前。おばはんか、お前、おっさんなんか分かれへんねん、お前、性別が。あ、かわいいわ。マジかわいいねんけど、お前じゃないねんって、まつげ、おばはん。あ、アプちゃん、アプちゃんもかわいいね。アプちゃんかわいいです。アプちゃんかわいいね。では、今ちょっとラムネちゃんやから。胸ラムネちゃんかわいい。マダムやね。マダム？マダムっていうか分からんけど、この、ピーチングちゃんとこの、なんかこの、女の熾烈な、どっちが道を譲るんですか？うん、あー、なんかよく分からんかった。かわいい。かわいい、マジ。美味しい。かわいい。美味しいですか？ふみちゃん。めっちゃかわいい。あ、食べてるわ。美味しいの？かわいい、めっちゃ。お、来た。ありがとうございます。お腹減ってんのかな？もうやっぱ。ラムネちゃん食べないでくださいね、ほんとに。名前はラムネやけど。名前は食いもんやけど。お。やばいやばい。なんか、やばい人来たけど。ラムネちゃん食い殺さないでね、ちょっと。ラムネちゃん、うわうわうわ。ラムネちゃん、食べられたかいよ、ほんまに。行きました？行った。モンペちゃんとかマジでいつなんねやろな、ほんまに。一生来ない気する、なんかね。いや、まあでも、ちょっとモンペちゃん用に一応この春にしてるんで。さあ、うわ、レイニーちゃんは、かわいいね。レイニーちゃん？うん、やばいよ。なんか、兄貴系みたいな、あってもよかったですよね。俺についてこいよ、みたいな感じの。この、あつ森で、今後、その、性格が追加されるとしたら何がいいですか？皆さん。赤ちゃん系。おばはんいらないでしょ。あんたね、何してんの、こんなところで、みたいな。風邪ひくわよ、とか言って。不思議系、あ、不思議系確かにいいかもしれないですね。おーい。ただのペンギンに服着せた人、誰ですか？これまた。どうしたの？うわ、目が出た発狂系おーい ああいう感じなんか出てこないな、あの、池崎、池崎やったっけなんかあの、パワフル池崎みたいにいませんでしたっけなんかあの、池崎 100% やったっけなんかいませんでしたっけなんかあの芸人で、ハチマキみたいな巻いて。あ、サンシャインか。サンシャイン池崎か。さあ、うわ、レムちゃんレムちゃんレムくんおったわ。おこりぶだよ。まだまだしてます。その間にミカチュウかけー、ピン。お前マジで、お前チンピラ系いけるやろ。え、お前なんだよ、おい。俺には親方がいるんだぜ。俺に喧嘩売ってもいいのかい？
俺はピンテンだみたいな。こそ、こそ泥系こそ泥系はあかんよ、それも。こいつマジで薬決めてるやな、今思ったら。僕の島の初期住民ですけど。来るよね。コードモンペちゃん呼んできてよ。アイリスちゃん。アイリスちゃん、モンペちゃん呼んできてもらっていい？妹彩子と両津勘吉が、結婚したらこの子供ができます。あー、そうかそうか。チョロ吉あいつか。泥棒みたいなやつか。あいつ、ヤンス系いけそうやね。何々でやんすよ、みたいな。うわうわうわ皆さん、来ました、モンペちゃんが。かわいいよ。かわいすぎる、マジで。かわいい。なんか何しててもかわいいよ。いや、しかもこれさ、君のために桜が咲くこの季節にしてた。かわいい上見てんの。かわいいな、この尻尾。尻尾めっちゃかわいい、マジで。うわ、めっちゃ良くない？なんか。うわ、かわいい。出た、このグミちゃんと同じ。いくら掃除しても絶対に履き終わることがないのに、このひたすら一生懸命履いてる可愛らしい。あ、かわいい。やばいやばい。今のマジでやばかったね。今、不意に来た、ほんまに急死案件やねんけど。あ、かわいい。音楽もかわいいな、これ。かわいない、この子。お弁当作ってるやん。これ作ったの、モンベちゃん。おっきいよ、これ。どうやって作ったの、これ。君、おにぎり作れんの、これ。ちっちゃい手で。かわいいよ、しなよ。やばすぎる、この顔。いや、かわいい。いや、めっちゃかわいい。かわいい、めっちゃ。やばー。じゃあ、もうちょっと今日、ちょっと一応、キリいいんで、ちょっと、今日これで終わっときますか。ということで、今日、やばいね。ピックアップ住民ガチャ、この、ちょっと、この辺からきつくなるかなと思ったけど、まさかの、モンペちゃんと、ビアンカさんね、ちょっと今映ってないけど、ビアンカさん、かわいい、めっちゃ。写真撮っとこう。モンペちゃん来てくれました。めっちゃ可愛い、マジで。やばすぎる。可愛い二人で。めっちゃ可愛い。やばすぎる。ということで皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。お客さんね、よかったらチャンネル登録お待ちしてます。あ、可愛い。バイバイ。